こんばんは、11月1日日曜日の夜でございます。皆さんこんばんは、平山茂です。私はですね、この週末を使って伊勢の方に来させてもらってます。今日はですね、本日の宿朝吉さんというね、旅館の前からお送りしてるんですけれども、非常に素晴らしい場所で、こんなね雰囲気が素晴らしいところなんです。皆さんは週末楽しんでますか？楽しんでいきましょうよ。楽しくいきましょう。楽しく。明日は月曜日、気合を入れて頑張ったら、なんと3日火曜日はお休みじゃないですか。明日1日頑張ったらまたお休みじゃないですか。最高な休日過ごしましょう。もう予定入れてるんですか？予定入れてないんだったら早く入れちゃってくださいよ。入れてもらわないと、うん、何のためのお休みですか。本当に大丈夫だから、大丈夫、大丈夫ですよ。あなたは大丈夫、大丈夫、安心して大丈夫だよ。本当に大丈夫、大丈夫、いける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 、本当に問題ない、絶対問題ない、大丈夫だから、うん、大丈夫大丈夫。よし、また明日会いましょうよ。ね、必ずここで、そのあなたの手のひらの中で会いましょう。平山茂とね、大丈夫だから。本当に大丈夫。あなたは大丈夫だから。また会いましょう。じゃあね。おやすみなさい。バイバーイ。大丈夫だよ。大丈夫、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 大丈夫だって、大丈夫だよ、大丈夫。